まずね、メニエール知らない方もいらっしゃると思うので、はい、簡単に言うとどんな病気なのかだけ、はい、サクッと簡単に教えていただけると。めまいと、あと、まあ、時に難聴とか耳鳴りを伴うって言われてるんですけど、はいはい、めまいがありますとか、メニエールですっていう方は、まあ、ほとんどの方は回転性、こうぐるぐる回るやつと、ぐるぐる回るやつ、はい、あと、まあ、ふわふわする感じと、うん。自力で治せる病気なんですか？たまにこうなんか時間置いといたらそのめまい落ち着いてくるとか、なんか一時あったけど起きなくなったっていう人はまあいるのはいると思います。まあそれという人はメニューのまあ軽症というか重症になっちゃうと、もう自分じゃ何ともできないと、はい、でもそれでも薬でも持ち出せないと、はい、あれ根治じゃないんですもんね。久米と申します。久米パパ、久米ママですね、はい、そもそもですけど、まずそのメニエール病になったきっかけとか。最初は、3年前に耳が、右なんですけど詰まった感じがして、はい、で耳鼻科を受診したっていうところが始まりですね。だんだんこう耳鳴りが出てきて、でめまいも最初は年に1回ぐらい、最後は、まあ、ほぼ毎日に近いぐらい、毎日めまいがガッてきて1時間ぐらいはもう動けなくなって、で治って下手したらもう1日2回起きるぐらいっていう時もありました。まあ耳鼻科は耳鼻科と病院が2箇所だったんですけど、その後、まあこういう整体というか整骨院というかっていうところは3軒回りました。その1年間ぐらいかけて、結果はまあ、全部もちろん何の効果もないですし、行くと、まあ、これ僕がすぐ初日の段階でもうここ行くのやめようって判断するのが、回数券の話をされたりだとか、いきなりお金の話されるともうなんか直すことよりも、まあ、なんかお金儲けの方に走ってるじゃんっていう印象が、まあ、僕はやっぱ苦しかったの で、 そうですね、もうここ行くのやめようっていうふうに言うことが多かったですね。施術受けて、あ、だいぶいいっていうのも感じるんですか？そのやってる最初直後は特に変化はないんですけど、その帰ってその一晩寝て起きたら症状がゼロになってて、次の日ゼロとか、はい、おうおうおう、がもう今までなかったので衝撃的で、あ、もうここを本当信じて通ってみようっていう強いこう思いに変わったというか。まず3ヶ月は通ってほしいですっていう説明をされたのと、あまりお金の話をされなかったんですよ。で本当に症状を見ながら、あのいろいろ試しながら試行錯誤していきたいのでっていう説明をすごい丁寧にしてくれたので、もうここはもう僕ももうここについていこうって思って奥さんと話しました。メニエルって結局難聴と耳鳴りを伴うわけなんで、で耳鳴りの人って結構特徴あるんですよ、はあはあ、もう本当に鉄パイプみたいに棒みたいになって、この首がでアーチなくて動きめちゃくちゃ悪いんですよ。すっごい鉄パイプみたいな。ちなみにさっきのママもガッチガチでした。そうですね、硬いですね。で、うん、歪み方もちょっと複雑なんで、結構これは施術者側が触っては分かる部分ではあるかもしれないんで、まあ掃除で首の動きが悪いっていうことは何かしら起こりやすいのは要注意しておいてもらった方がいいと思います。だらーん、力抜いてもらって、うっ、まあ、今のはまあクリック音っていうか、はい、関節の間の空気が割れた音なんで、はい、そんなに音が鳴ることっていうのを、まあ、目的にしてるわけではないので、はあ、ちょっと動き悪いですね。次ねじれ取っていきます、はい、ほんとさ、施術者って何も言わずにやるよね。はい、よく言われます。ちょっと待って、あ、そっか、今日こういう回だね。そっかそっか、オッケー、わかったわかったわかったよ。ああ、そうかそうか、あーい、うわー、あのメニエール病とかっていうのは、はい、やっぱこう圧迫の原因でなる可能性が高いってことですか？まあ、メニエールにかかわらず基本的に体全体中の流れを変えていってあげるっていう考え方なので、
例えば、腰が痛いってなった時に頭から腰に対しての神経の伝達っていうのが 100% 正しい状態で行えてないっていう、まあ、イメージですよね。なんで例えばその中に障害物があるとエラーとして伝わるんで痛みになるっていう感じなんですけど、で次これ鎖骨なんですけど、鎖骨も腕上げるときにすごい関係するんで、あいやちょっと待って、ね、いやちょっと待って、ああ何してる先生、これをちょっとね動きをつけてあげてる、ちょっと待ってで手首、はい、今度手首なんですけど、はいはい、まあ、手首って8個骨があるんでこれを歪みを見て、これちょっとコリコリ言ってるじゃないですか、これ言ってる言ってる、メニエールで合ってるよね合ってるですね、もちろんもちろん、手とかもやるんですね、そうですね、やっぱりつながってるんで神経は、ところは全部もう全部滞りなくやっていくっていうのは考えてます。あー来た、それ見たことあるそれインスタで見たんだけど、これまあ癒着取っていくやつなんで、本当に四十肩とか悪い人とかここクリーム塗ってガーッと取っていったりするんですけど、そっか、僕ね先生ね正直ねメニエールとこれは関係ないと思ってたの、はい、関係あるんだね、なんで筋膜癒着起こってくるとすごい物理的に圧迫されてくるんで、はいはい、で中の流れっていうのはそれですごく悪くなってくるんで、あそうだね、あちょっと始まるな、あこれはあちょっと待って、あ楽する気持ちいい、あまあ表面もめっちゃ大事なんですけど、はい、こういう、はい、どういうとこ筋っていうか、あの筋肉と筋肉の隙間、はい、これめっちゃ痛いです、ね、あーバカ、お前はバカだな、お供本当に呼び捨てちゃダメなんで人のこと先生なんだから、ってマジで、もちろん首周りとかが一番の原因なんですけど、はい、その首周りがそうなってしまう引き金がどこかわからないから、こっちにあったりとか、もちろん腰周りとかもすごい大事なんで、そこだけ見るっていうのは、そうかまあその場でね良くなったとしても、そうだね、うん、あでもこれね慣れてくるとね、そうですね、うん、気持ちいいですよ、あいいじゃないいいじゃない、もうあのね孫の手みたいですよ、ね、もう一回両手上げてもらったら、うん、さっきよりすごい左が、はい、あ確かに、うん、動きやすい、ね、あ確かに、うん、こっちね楽、うん、いやでもみんな今回の撮影でね、あのメニエリ病を治す先生ってどんな施術するんだろうってねまあでもほぼ全員どの症状にもある程度全身は絶対見るんで、あじゃあ普通になんかもうああめちゃくちゃ大事な話なんですけど、はい、寝具と枕っていうところをすごいこだわってまして、はい、毎回全員あの皆さん僕指導させてもらうんですけど、はい、例えば、まあ、普通の枕、まあ、これ今何もない状態だと思うんですよ、はい、でフラットな状態で、はい、で枕使ったりするとちょっと頭上げてもらって、はい、こういう、まあ、これちょっと高めになると思うんですけど、これで下ろしてもらうと、はい、結構こういう感じがなんか相場っていうか、まあ、高さは置いといて、そうですね、でこれをこのまま、まあ、立った状態で考えると頭すごい前に出てる状態になると思うんですよ、こういう状態ですね、分かりやすいと、こうですね、ってなると思うんですよね、はい、でまあ相場が皆さん多分そういう状態で、はい、で大体頭の重さってあの体重の 8% ぐらいって言われてるんですよ、はい、まあなんで70キロの方だったら 8% でさ、まあ、5キロから6キロぐらい、はい、大体相場5キロぐらいって言われてるんですけど、はい、これをまあ頭が前に倒れる角度でフラットな状態で5キロの負荷があるとした時に、はい、2センチ前に出ると2倍の10キロで、これが4センチ前に出ると大体5倍の25キロぐらいの負荷が体にかかります。25キロやばいっすね。赤ちゃん1人分ぐらいは、そうですね、ずっと、まあ、いわゆるデスクワークパソコンとかの姿勢っていうのはずっとそういう状態なんですよ、はいはい、まあ、今回僕こういう枕を作らせてもらってちょっと紹介させてもらいたいんですけど、はい、だからこれがだから頭痛持ちとかそのメニエールとかで困ってる方にはうってつけ、はい、まあ、これはもちろんその今日はメニエールとか
寝前で来させてもらってるんであれなんですけど、はいはい、体全体にもすごい影響あってで、まあ、寝てる時に肩周りしんどかったりとかある人とかは結構これで寝るだけでもう肩周りのしんどさ取れたりとか、それから股関節悪い人とかはこれ寝転ぶとすごい動き良くなったり腰痛消えたりっていうことは、しびれが消えたりっていうのはすごく起きてくるんですね。まあ、頸椎整えてあげるだけでこう腕の動き良くなったりとか、それこそ40型50型の方、それだけで完治っていうわけではないんですけど、ある程度症状取れたりとかっていうのが実際あるんで、なんで本当にこれで寝転ぶだけである程度症状が落ち着いたりとかっていう方は結構もう僕は現場でちょっと寝てくださいって言ってある程度取れたりするんで、もちろん100発100中ではないんですけど、でこのここにウレタンが入ってるんですけど、はい、これが首のアーチを作ってくれて、はい、よいしょ。ここだけ硬いんですかこれ。そうですね、首のアライメントアーチを作ってあげたいんで。だからなんかなんとなくですよ、僕はここからここから上がなんかウォーターベッドに言うぐらい柔らかいですよ。でもここだけがビタッとガチッと固定されてるんで、高さはだいたい高さでもここがいいんですか。ここでアーチを作ってあげて作った方がいいんですね。まあだいたい 1.5 センチ前後ですね、頭は。僕らが施術したところでやっぱり普通の枕とか使っちゃうとやっぱ整えたものがどんどんまた崩れていってしまうので、まあ、もし枕とかされてたら最悪も枕取って寝てもらった方が、まあ、だいぶ症状は落ち着いたりとか皆さんされるんで。ってことは何、じゃあまず本来ならよ、大友先生とこ来てよ、はい、メニエール病治したいよって本当はなるけど、はい、なかなかちょっと遠いわよねってお客さんいるよね、はいはい、なかなかこっち東京と大阪に行けないよねっていう人はまずこれ買って試してみる分でもありですね。そうですね、もう多分だいぶ変わると思います。まあただね、それを使ったことにちょっと気持ち悪くなるとかいうことが起きた方はまあもちろん話は別なんですけど、はあ、基本的にはやっぱり頭痛とかめまいとかは頸椎のアライメント異常がすごく関連してるんで、これでアーチを作ってあげることっていうのはすごい大事です。ってことはやっぱメニエール病も頭痛も含めてそのアーチはやっぱめちゃくちゃ重要なんですか。もう頸椎のアライメントはめちゃくちゃ大事ですね。これ買えるんかい、そもそも先生が作ったもの。そうですね、発売します。はい、ってことはじゃあ概要欄に、はい、興味がある方は買っていただいて、はい、っていうことですね。でこれあれですよね、恐ろしいことで6万円7万円ぐらいするんですか。いや一応定価2万5000円なんですけど。あれは2万5000円なんですね。早期購入でちょっと安く買えたりとかはするかもしれないです。あでございますから、ぜひご興味があってね、どうしても枕が合わないよ、メニエール治んないよっていう方ね、お試しで使っていただいてですね、余計良くなったらいいですね。そうですね、でどもこもいかん、それでもどもこもいかんなんて人やっぱいるんですよ。そうした場合は、まあ、大阪と東京ですね、はい、来ていただければいいかなというところでございます。まあ、結構これだけヘルニア落ち着いた人とかもたくさんいるんで、結構なんかいろんなやつに行くんですね。まあ、頸椎がやっぱ一番大事って僕は考えてるんで。了解です、概要欄ぜひ見てください。ありがとうございます。で首周り、はい、メニエールとかにすごい重要なんでね、この辺あもうだからあれですね、ここメインどころ見たら、あーちょっと待って、あー知ってるなあ僕、これ痛いの知ってる。あんまりね、その表面だけゴリゴリする感じではないんで、結構なんかあとね真っ赤になってる人とかもいるんですけど、はい、まああかんとは思わないですけど、はい、そんなに表面だけ真っ赤にするほどはしないですね。こう表面しっかり剥がしてからのこういうね、この筋とか、ね、うわちょっと筋繊維傷つけたりとかもあるんで、ちょっと先生本当にちょっとあれ聞いてられないかもしれないし、痛みできないかもしれない。痛いマジで本当に、あーおーとも公平つけですよね、フォルテチもいや、こういう隙間とか差し込んで、これちなみにですけどね、はい、先生、はい、先生がやったって先生は痛いんですよね。あ、痛いです。あ、そうですよね、はい、あ、僕だけじゃないね、はい、そうだね、もうやられたらムカつきますもんね。そうですよね、一回殴ってみようと思いますよね。本当に暴力はいけませんからね。深い中の癒着が、わこれ剥がさない、
ちょっと待ちでいて。ちなみにですけど、まあちょっと前に、はい、まあメニエール病難病指定から外れたんですけど、はいはい、でもやっぱり困ってる人いっぱいいるじゃないですか。そうですね。そういう人たちに何か一言。まあなんていうんですかね、そんな偉そうなこと言えないんですけど、めまい、メニエールに対するめまいできた人で、僕の記憶が間違ってなければ、まあ自分の店だって4年ぐらいはやってるんですけど、多分ね、めまいに治らんかった人はまだ多分いないんですよ、一人も。もちろんね、難聴とかでちょっと微妙やなって人はいるんですけど、めまいに関しては多分改善は本当に 100% ぐらいだと思うんで、まあね、とりあえず一回来てもらって、あかんかったらあかんかったでそれはそうなんですけど、僕以外のやっぱ従業員の方もね、しっかりめまいとか治してくれてるんで、まあぜひ来ていただけたら何とかね、力にはさし、なれるかなと思いますので。諦めないでってことですね。まあそうですね、ふらつきながら来たりとか、まあ結構ね、来た時点でめまい来る、あのぐるぐる回ってる人とかもいるんですよ、やっぱり。けどね、なんかもう強制バーンってした瞬間にめまい消える人とかも僕は結構見てきたんで。でやっぱりあれですね、本当にいろんなとこ行ってダメだったからって言って、ずっと付き合う必要はないってことですね。まあそうですね、はあ、うん、だから頑張っていただきたい。メニエールの方、今回 DM をたくさんの方送っていただいた方ね、ぜひ諦めないでほしいねと思います。